はい、こんばんは、いとっちゃんねるでーす。2月の15日ですかね。うん。火曜日、皆さんいかがお過ごしだったでしょうかね。バレンタインで皆さんね、チョコレートもらいましたかね。まあ、結婚してる方はね、奥さんからもらったりするんでしょうね、きっとね。仲のいい夫婦はね。まあ、僕なんかはね、今日はテレワークで、一日テレワークでね、一人身で一日テレワークで一歩も外出てない状態だからね。そもそもそんなチョコレートなんてもらおうなんて、そんな考えもうまっさらない。全くない状態でね。なんだったら僕んち知ってる女の子がこうインターホンピンポンって鳴らしてくれてね、ちょっと凍えた体でね、チョコレート届けに来ましたみたいなね。そんな話があればね、最高だったりするんですけど、もうね、今日だったらね、どんな人でも入れてたと思いますね。80歳ぐらいのおばあちゃんでもね、喜んで家に入れてたと思います。チョコレート持ってきたらね。まあ、80歳のおばあちゃんに知り合いはいないんですけれども。ね。まあ、そんなご時世だったんですけどね。僕ももう今日は諦めてね、9時まで今日仕事して、9時からカーリングの試合を見てたんですけども、女子のカーリングね、可愛いななんて思いながらね、癒されてたんですけど、そんな中でね、LINE が来てね、いつ LINE が来てね、知り合いの女の子から LINE が来まして、で、LINE でね、今ってチョコレートギフトを送れるんですよ。でね、僕のね、オタク友達の女の子がいて、僕よりちょっと年下なんですけど、その女の子からね、いつもオタクトーク付き合いいただきありがとうございますってことでね、ギリチョコがね、送られるということが分かって、届いてね、すげえ嬉しいっていうね、そんなことでね、すごい喜んでしまうっていうね、男性ってなんともね、単純な生き物だなぁなんて、感じた次第でございます。まあね、なんかね、貴重な一個なんでね、非常に嬉しかったなぁなんて思っております。はい。はい。で、今日はね、何するかというと、1X プレイヤーですね。こちら。1X プレイヤーの 1S っていう、ちょっと大きめのやつなんですけど、まあ、こんなガチッとしてるんですけど、まあ、そんなにね、思ったほど重くないです、これね。こちらで、プレイステーション3、ちょっとリクエストがあったんで、プレイステーション3何本か動かそうかなと思ってます。ただね、プレイステーション3のソフトって結構ね、重たいんです。重たいっていうかね、容量が結構あるからね、1本入れると結構なハードディスク食っちゃうんで、まあ、ちょっとそこら辺考慮して今日はちょっと何本僕は少なめにね、動かしていきたいななんて思っております。じゃあね、早速やっていこうと思います。はい、じゃあ1本目です。まあ、プレイステーション3といえばね、プレステといえばラチェット&クランクだと思ってますね。それのね、ラチェット&クランクフューチャーですね。プレイステーション3版です。これ、ね、こちらからいきたいと思いますね。新しくセーブデータやってみましょうかね。イエースってことでね、こんな感じでね、めちゃめちゃ快適にね、ラチェクラは結構動きますね。いいよね、ラチェットクランクね、この子ね、ラチェットとクランクですね。ね、なんかね、このアメコミみたいな感じがいいですよね。トムとジェリーみたいなね。いいね。あ、もうしゃくりすぎだろって。ね、いいアメリカンな感じがしますよね。グラフィック綺麗ですね。うん。まあ、こんな感じでね。いいですね、このノリがね。もうね、このラチクラシリーズね、全部遊んでるんですよ、僕ね、これね。大好きで、プレステ5版も買いましたね。ラチクラのね。ほんとね、いいですよ、このシリーズは。ね、簡単に進むんですよね、ポン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 とね。意外にね、ガチャメカみたいなやつがね、いろいろあって面白いんですよ、このね。おぉ、ぶつかったね。いいですね、ほんとこのね、アメリカのノリがね。いいですね。この前向きな姿勢がいいですよね。こんな感じでいよいよね、アクションゲームパートかな。はい、こっから始まります。はい、ちょっとカクついてる感じはあるんですけどね。カクカクしてるかな。フレームレートが若干ね、やっぱりちょっとカクカクしてる感じありますね。でもまあなんか
うん、ちょっとフレームレートが30フレームぐらいで、60フレームでは動いてないかなって感じがしますけどね。よし。よし。結構快適に動いてはいますよ。ぬるぬるとは言わないですけどね。やっぱりプレステ3の時代ってこんな感じだったような気がしますけどね。よし。よし。あれ、なんか飛ばす武器飛ばすのあるね。あ、これか。これですね。よし。こんな感じでね。ちょっと軽くなるとね、ぬるぬるぬるって感じで動きますね。ちょっとやっぱね、カクカクしてる感じありますね。プレステ3とやっぱちょっと限界があるのかもしれないですね。あ、ここら辺ぬるぬる動いてますね。これ、これね。おーおーおーおお。あれ。あ、武器変えるんだっけ？これか。ボムとコン、これ、あれ、どれだ？これか？こっちか。こっちですね。武器がね。はい。武器こっちですね。よし。振動がね、すごいんですよ、これ。振動がね、ブル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 。来てますね。ちょっと待って、こっちの銃の方がいいですね。あ、フュージョンボムですね。こっちですね、これね。これが気持ちいい。ああ、気持ちいいですね。よし。このガラクタを集めてね、いろいろお金になるんですよね、これがね。あとで物を買えたりするんで。よし。これをどうするんだ、これ。メテオパッドを使うには、上に乗ってジャンプボタンを押しますか。これか。はーい。うわぁ、めちゃめちゃジャンプしましたね。このボムがいいですね。ボムが気持ちいい。あ、もうボムなくなっちゃった。なくなっちゃいました。こっちかな？こんな感じで。やばいな。やられそうですね。こんな感じで倒すのかな？はい、こんな感じでかなりね、快適に動いてます、これは。よしよし。いいですね、ラチェクラね、面白いですね。フューチャーもね、かなりグラフィック綺麗になってね、プレステ3になって。プレステ2から3のね、進化がすごいんですよ、これって。よしよし。よしよし。このね、いっぱいガラクタ拾っていくのがね、気持ちいいんですよね。よし。あ、これ気持ちいいね。プレステ3もね、結構ね、まだね、僕現役で動かしてるんですけどね、プレステ3ね、うち結構5台ぐらい持ってるんですよ。よく壊れるから、プレステ3ってね。あの、初期版がね、壊れましたね。あ、落ちちゃった、間違えちゃった。間違えちゃった。落ちちゃいましたね。さっきの子滑らしていくんですけどね。ここかな？こんな感じですね。で、横に滑らしてね、入っていくんですけど。これがね、フィーチャーになってね、かなり新しくなったところでね。これで爆弾あるからね、ジャンプしてね。もう、つなぎ目ビリビリ来ちゃうからね。これ気持ちいいですね。ソニックでもこういうのありますよね。ソニックみたいでね。うわ、すごいな、後ろの背景とですね、振動が。迫力がすごいですね。よし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 。よし。永遠にやれるやつですね、これね。よし。うわぁ。めちゃめちゃいる敵が。敵がめちゃめちゃいる。三国無双みたいになりますね。よし。まあ、こんな感じでね、かなりね、ラチェクラはいいなと思います。フューチャーはね、1と2が出てるんでね、プレステ3ではね。あとね、普通のね、ラチェクラのね、1、2、3リメイクみたいなのが出てるんですよ。だからね、ラチェクラシリーズはね、プレステ3でほとんど遊べるっていうね。まあ、あと、PSP 版もね、あったりするんですけど、そこがね、ちょっと遊べなかったりするんですけど。R1で狙い?よし。あ、これ狙うものがあるよっていうね。そうですね、こんな感じですね。はい。よし。まあ、ずっと長いんでね、このゲーム、これぐらいしたいなと思うんですけど、この先結構あるんでね、わーっと強い。よし。これ狙ってた方がいいな、これ。狙うモードだな。
こういうことだな、これ。近づいてて倒そうとするとダメだもんね。こんな感じでね、いろいろね、操作慣れてくると面白いんでね。はい。よし。はい、こんな感じでございます。結構ね、面白いんでね。僕、このままね、ラチクラフィーチャーまたね、もうほとんど覚えてないんでね、遊んでいこうかなと思ってますんでね。はい、こんな感じでかなり快適に動きます。はい。はい、じゃあ続きまして、ストリートファイターバーサス、クロスかな？クロス鉄拳ですね。バーサスじゃなくてね。まあ、クロスタックという感じでございますね。まあ、これもね、かなりね、異色作というかね、異欲作というかね、今までにないですよね。ほんとね。これでじゃあ、アーケードモードで行きましょうかね。うん。チュンリーとか言いますけど。はい。これで行きます。でね、イージーで行きますね。ちょっとね、よくわかんないんで、これ操作性忘れちゃったんでね。もう覚えてないですね。いろいろやりすぎて。で、いつもね、僕、剣使うんですよ。まあ、剣でノーマルかな。あとは、ちょっと鉄拳キャラ使いたいですね。いいですね。パックマンとかいますね。トロとかいましたけど、今まだ選べないですね。すごいですね。お、かわいいね。なんかもう、劇画タッチでいいですよね、キャラがね。いいですね。なんかいっぱいいますね。めちゃめちゃいますね。女の子使いたいですね。あ、シャンユー使いますかね。ノーマル。あ、いろいろ服、コスチューム選べますね。ほんとね、中国行くとね、中華料理屋さん行くとチャイナ服着てる女の子がいてね、スリットがたまらないっていうね。ニュースがいいですね。うん。隕石がね、落下するって話？巨大隕石ですね。微小天体らしいですからね。結構でかいですね。直径5メートルから10メートル。結構でかいですね、確かにね。あ、燃え尽きるんですね。まあ、こんな感じでね、なんかいろいろストーリーモードが展開されるみたいですけど、普通にね、こうやって戦っていきたいと思いますね。あ、キングがいますね、敵キャラにね。鉄拳キャラが多いですね。ちょっとね、操作性がよくわかってないです。技がさ、ストリートファイター系って技が結構違うんですよね、シリーズによってね。そんな中でも剣はまだね、そんなに変わんねえだろうと思うんですけど、やってやるぜ。いいですね、この、劇画タッチがね。グラフィック超綺麗ですね。こんな感じで。こんな感じで、あ、快適に動きますね。このね、コントローラーがね、めちゃめちゃ使いやすいんですよ、これ。格ゲーに向いてるかなと思うぐらいね。波動拳超出やすいんですよ。ただね、昇竜拳も超出るしね。めちゃめちゃ使いやすいんですよ、このコントローラーがね。あれ。いいですね、いいですね。めちゃめちゃ気持ちいいですね。これは気持ちいい。このゲーム結構面白いですよね。はい、来ましたね。次の戦いですね。キングですね。決めますね。あー、気持ちいい。これ気持ちいいね。いいですね。これ振動もね、すごい伝わるんですよ。音がいい。で、ワンエクスプレイヤー、音がすごくいいですね。サウンドの迫力がね、なんかね、ゲーセンにいるみたいなね、感覚になる迫力とね、コントローラーがね、音で振動するんですよ、これ。でも、すごいね、テンションの上がる感じですね。すごいね、これね。もう片手のアーケードって感じがしますけど。いいですね。ちょっとね、キャラクターの交代の仕方がよくわかってないっていうね。交代したかったんですけど、この女の子にね。よし。これかな？これかな？あ、交代になりましたね。いいですね。鉄拳っぽいですね、キャラがの動きがね。あ、いいですね。ちょっとストリートファイターっぽくなって、あ、いいですね。こうコンボが繋がりやすいっていうかね。鉄拳キャラは。
いいですね。これ気持ちいい。あ、気持ちいい。気持ちいい。めちゃめちゃ気持ちいい。気持ちいいですね。鉄拳キャラは、こうやってコンボがね、めちゃめちゃ繋がるんですよ。こうやって、ほら。これがね、面白い。気持ちいいですね、これね。これは面白い。結構ね、このね、ストリートファイタークロス鉄拳、評判あんまり良くなかったんですけどね。僕は結構好きなんですよ、このゲームね。いいですね。よいしょ。これね、ためなんですよ、確かね。ためなんですよ、これで、ね。ためで必殺技がね、入るっていうね。いいですね。一発で勝っちゃいましたね。イージーでやってるからかもしれないですけどね。すごくストレス発散にちょうどいいっていうかね。なんかやっぱりイージーでやると違いますよね。こうやってね。これも勝てないとなるとね、ストレス逆に溜まっちゃったりするんですよね。もう一戦ぐらいやってみましょうか。ね、いろいろ敵キャラがいるんでね。めちゃめちゃキャラ多いんでね。バイソンですね。バイソンとバルロ。いいですね。あ、もう完全にいっちゃってますね。すごいね、この筋肉がね。ちょっと交代してみましょうか。これで交代チャレンジですね、これね。また交代しちゃった。これまた交代しましょうかね。気持ちいいね、このね。もうなんかバトンタッチ攻撃がいいですね。ああ、いいですね。これ交代しながら戦う。もうなんていうか、パーフェクトですね。もう殴り放題ですね。はい。はい。まあ、この試合勝ったら、次に行きましょうかね。よし、ああ。ちょっと早いキャラになっちゃいました。バルロが早いんだよね、動きがね。ああ、投げられちゃった。この早いキャラね、この女の子キャラだよね。ああ、技が。ためでちょっと隙ができるんですよね、技出すときにね。必殺技。ここにちょっと出しましょうか。来ましたね。ああ、いいですね。気持ちいい。ああ、気持ちいい、気持ちいい。いいですね。かわいいね。まあ、結局また剣に交代しちゃうってね、手が滑ってね。よし。やばいやばい、また交代だな。やっぱり防御されてるね。ガチャ押しでなんとでもなりそうなゲームではあるんですけどね。はい、こんな感じでね、面白いですね。鉄拳クロス。ストリートファイタークロス、鉄拳ですね。はい、結構ね、やっぱ快適に動きます、これもね、ワンエクスプレイヤーでね。結構軽めのゲームなのかななんて思うんですけど、このゲームもね。はい。こんな感じで、かなりね、軽く動きますんで、ぜひね、皆さん入れてみてください。結構ね、このゲーム安いんですよ、確かね。評判があんまり良くなかったんでね、確か。はい。じゃあ次のゲームいきます。はい、じゃあ続きまして、アヌビス HD エディションですね。小島プロダクションがね、作ってる、コナミの小島プロダクションがね、コナミの時に作ったやつなんですけども、名作中の名作、ゾーンブエンダーズのね、2作目ですね。で、こちらね、ゾーンブエンダーズのね、1作目と2作目が一緒に入った HD エディションのね、プレステ3版なんですけど、まあ、これをちょっとね、ニューゲームで遊んでみようかななんて思ってます。はい、イージーで行きましょうかね。このゲームもね、結構ね、ビッグバイパーがロボットに変形したりしてね、面白いんですよ、このゲームもね。まあ、このオープニングがね、結構長いんで、ちらっと見たら飛ばしていこうかなと思うんですけど、ね、小島プロダクションってね、今ね、高輪ゲートウェイのね、近くの ビルにあるんですよね。そこのビルにね、結構僕得意先がいてね、結構よくそのビル行くんですよね。でね、小島プロダクションのね、なんか人形が置いてあってね、そのビルにね、あ、これ小島プロダクションだなと思ってね、よく行くんですけど、ちょっとね、ブレブレしてますね。若干今ブレブレしてました。これほら、ブレブレしてますね。ちょっとこれエミュレーションがうまくいってないのかなっていうところはあるんですけど、まあ、とりあえず遊べるレベルかなと思ってます。ムービーに従ってめちゃめちゃ振動しますね、このワンエクスプレイヤーがね。いやー、やっぱね、いいですよ、これは。ワンエクスプレイヤーのね、サウンドがね、
他にないっていうぐらいに迫力あるんですよね。いいですね。いやー、ほんと UMPC っていいな。もう一台買おうかななんて思っちゃいますよね。これいいな。まあ、とりあえずまだね、こういう探索型のロボットにまず乗ってね。探索してロボット発掘しに行くんですよね、まずはね。行きましたね。かっこいいね、この子。いいね、このデジタルアニメーションとの融合ね。いいですね、めちゃめちゃ振動してますね。おー、いいね、このアニメーションが綺麗ですよね。ワウはね、アニメーションじゃなかったんですよね。CG だったんですよね。3DCG だったけど、完全にアニメーションになりましたね。いいですね。もう一本の映画見てるみたいな感じな気持ちになりますからね。まあ、ちょっと飛ばしますね。これで、ね、長そうなんで、オープニング。で、とりあえずこうやって探索をね、していきます。矢印の方向に行ってください。ですね。こんな感じで。ゆっくりで、ね、可愛いですよ。このよちよちロボットがね。一応これでね、ターボで出すんですけど、すぐね、こうやって、すぐ落ちちゃう。可愛いよね。よちよち歩きの赤ちゃんみたいで可愛いですよね。クララが立ったみたいな感じのね、歩き方してますけどね。よし。いいですね。あ、可愛い。可愛いね。よし。時々こういう歩き方してるのをおばあちゃん見かけるんですけど、可愛いなと思いますよね。こういう歩き方してるおばあちゃんいますよね。横断歩道こうやってね、歩いてるおばあちゃんいますよね。ちょっとなんか信号点滅してるおばあちゃん大丈夫大丈夫ってちょっと心配になる時ありますよね。いつもね、そういうおばあちゃん見るとね、ついつい助けたくなっちゃうっていうかね。おばあちゃん早くって言ってね。ちょっと信号赤になっても待っててくれるね、車がいてね、そういう日本人の優しさってありますよね。日本人だけでしょ、ああいう信号でね、しっかり待ってくれるのもね。譲り合いの精神で重要ですから、ほんとね、おばあちゃんがこうやって横断歩道をゆっくり渡っててもね、赤になってもね、待っててあげてくださいねって僕は思いますね。よし。あ、かわいい。あ、お誘いですかみたいな。よいしょ。まあ、なんとかこうやって登ってきま、ああ、登れなかった。ちょっとね、もうちょっと。次の。よいしょ。これで、あ、いや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 バックしましょう。あ、いいですね。バックするとバックしますって言うんですよね。かわいいね、これね。よし。よし、よし。じゃあちょっとこれで。ちょっと間隔空けてからのジャンプ。よし。よいしょ。登るのも一苦労だな、これ。よし、よし。あ、ばばばばば。登るの大変だな、これ。よし、登ったね。あら、ちょっと登ろう。この操作しづらいところもちょっと可愛いですよね。あー、登れね。あー、登れね。イライラする。このロボットイライラする。あー、ダメだ。登れねえな。よし。以前はちゃんと登れたんだけどな。まあ、ちょっとこうやってね。あー、ちょっとバックしながらね。空間つけてからこうやって登っていくと。で、これもちょっとバックしながら、ちょっと入れて、空間に、あー、登れねえ。登れねえな。あー、落ちちゃった。ちょっと待ってね、これちゃんと登ろう、これ。ここでちょっとね、軽い衝撃があるのもね、衝撃があるのもね、ゲームの面白さですね。よし。よし、いけるか。よいしょ。あー、登れねえ。あー、登れねえ。登れんのか、これ、本当に。本当に登れんのか、これ。なんて思いながら、あー、いけましたね、なんとかね。はい、これで。はい、こういうイライラをね、乗り越えていくっていうのもね、小島プロダクションはね、学ばせてくれますね。ゲームは楽じゃねえんだ、つって、ね。こんな感じで進んでいきますんでね。あ、バックします。かわいいね。バックしますね。トラックみたいでかわいいですね。うるせえな、言われて。うるせえな、言ってますからね。思ってたら飛ぶじゃねえかよってね。なんだよ。やっぱ作り込みが違いますよね。小島プロダクションのゲームは。
ちょっとグラフィックがチラチラしてますね。それだけ気になるかなと思いますけど。まあ、ゲームとしては全然問題なく遊べるレベルだと思いますけどね。はい、こんな感じでね、またね、ロボットを見つけるんですよね。このね、ロボットのね、フィギュア僕持ってたんですよ。名前忘れちゃったんですけど。名前忘れちゃった。なんだっけね、このロボットの名前。そう、オービタルフレームのね、名前がついてたのに、なんだっけな、名前。フィギュア持ってすげえお気に入りで飾ってたんですけどね。どうした、アジ？フレってなんだ？アジ？はい、こんな感じでね、敵に襲われるんですよね。キャーって言ってますけどね。いいですね。なんか敵が襲ってきました。おー、めちゃめちゃ襲ってきましたね。おー、すごいですね。もう映画ですね、もう完全にね。いいですね。いいですね。めちゃめちゃ快適に。エボをやられた。マフラーの連中だ。マフラーって火星の。なんでわかるのよ。アジ、船を溝に下ろせ。隠れてろ。あー、いいですね。はい、こんな感じでね、ロボットに乗り込んでね、戦いが始まるといった感じです。で、ちょっとね、ロボットの戦い見てみましょう。もう一気にね、ここまで飛びますけどね。ちょっとね、カクカクしてる感じはあります、正直ね。こんなカクカクしてんだっけと思うんですけど、ちょっとやっぱ重たいのかな。プレステ3だからっていうのもありますけどね。でもね、結構高速スピードのね、戦闘が楽しめてますけどね。なんか掴むボタンがあったりとかね、こうやって、お、いいですね。いいですね、パイロット戦だね。ジェフティ、そう、ジェフティ。そう、ジェフティですね。操作はいいです。操作設備はいいですよ。ジェフティね、ジェフティのね、持ってたんですよ。はい、訓練終了。はい。もうチュートリアルは飛ばしていきますけど、こんな感じでね、まあ、ちょっとアニメーションも飛ばしていきますね。このまま戦いに入ってきますね。で、このね、大量に敵をね、倒すんですよね、こうやってね。ただね、簡単操作なんで、近づけば接近戦になるし、離れれば遠距離戦になるしっていうのでね。この蚊みたいにいっぱい楽しましょうねっていう。こんな感じですね。めちゃめちゃいるんでね、ロックオンしてね、倒すよりもこうやってね、離れて倒してるとか早いかもしれないですね。よし。よし。はい、こんな感じでね、結構ね、快適に動きますねっていう感じですね。ちょっともう9分も遊んじゃってるんでね。はい、こんな感じでございます。ぜひね、遊んでみてはいかがかななんて思います。はい、ということで、本日はね、1X プレイヤー、でですね、プレイステーション3のソフトを動かしていきました。いかがだったでしょうか。で、1本目に遊んだのが、ラチェット&クランクフューチャーですね。1ですね。これも2とね、ラチェットクランク1、2、3、HD エディションというのがね、ラチェクラシリーズで出てるんですけど、ラチェクラのね、フューチャーを動かしましたね。このゲームもね、非常に面白いんでね、もうね、飽きないっていうかね、永遠に遊べるやつですね、ラチェクラシリーズをね。ぜひ皆さんも遊んでみてはいかがかなと思います。そんなに高くないと思います、ラチェクラシリーズもね。メジャーなゲームだすんでね。で、2本目はね、ストリートファイタークロス鉄拳なんですけど、こちらもね、全然駒落ちなくね、普通に動いてたかなと思います。結構ね、面白いゲームだなと僕思ってて、特に鉄拳のキャラがね、2D で動かせるっていうのはこのゲームだけでね、よく出来上がってんなぁなんて思います。カプコンもよく作ったなっていうぐらいね、カプコンとナムコのね、コラボレーション商品ですんでね、ぜひ皆さんもね、盛り上がってみてはいかがかなと思います。僕、鉄拳キャラ結構好きなんでね、うん。で、3本目に遊んだのが、アヌビスですね。小島プロダクションのゲームなんですけど、このゲーム本当に映画1本見てるぐらいの感覚でね、本当に面白い。で、デジタルアニメーションが超綺麗でしたけどね。ちょっとね、画面がカクカクしてる部分はあったりとか、戦闘はあのコマでいいんだっけっていうところちょっとあるんですけど、まあゲームとしては全然問題なく遊べるんで、
でね、HD エディション面白いんでね、ぜひ皆さん遊んでみてはいかがかなと思うんですけど、確かね、これね、プレステ4でも出てるはずなんですよ。ゾーンオブエンダーズはね。だからね、そっちで遊んだ方が早いかもしれないですけどね。まあ、1X プレイヤーで持ち歩いてね、遊びたいっていう人はね、ぜひね、1X プレイヤー自体も購入検討してみてはいかがかななんて思ってます。立派なパソコンですんでね、ほんとパソコンとしても使えますんでね。ぜひともといった感じでございます。はい。で、今日紹介したね、動かした 1X プレイヤー 1S AMD R7 シリーズっていうので動かしております。で、糸チャンネルが動かしたのはこちら丸一番のね、5700U ってやつですね。こちらね、バングットさんのクーポンが発行されてて、こちらのクーポンコードを適用することで、だいたい14万9000円で買うことができます。定価がね、16万になってるんですけど、バングットさんの販売価格で、いつもは16万ぐらい売ってるんですけど、これ日本で買うとね、18万ぐらいでね、します。2テラのバージョンなんで、これぐらいするってことでね、内部ストレージがね、2テラあるんですよ。で、日本で出るやつってだいたい1テラとかね、そういうのがメジャーなんですけど、1テラでだいたいこれぐらいの値段で売ってるんで、バングットさんかなりね、お得な値段で売ってるかなと。これでもね、はい。これでも結構お得な値段で売ってるかなと思います。で、もう一つね、R7 の 4800U っていう CPU 積んだものが、ちょっとね、CPU の性能が落ちるんですけれども、これも同じように売ってて、13万7000円で売っております。ぜひね、パソコン買い替えたいなとかね、ゲーミング PC ちょっと考えてるなとかね、UMPC いろいろ考えてるんだけど、どれがいいんだろうななんて思ってる方はぜひね、ご購入検討してみてください。まあ、決してね、高いものなんでね、皆さんに買ってくださいってわけじゃないんですけどね、いいなと思ったらね、買っていただければなと思います。ぜひ興味のある方はぜひともといった感じでございます。ちょこちょこ売れてます。特にね、こっちの2番の方ちょこちょこ売れてますんでね、まあ、こっちもいいんですけどね、一生ものかなと思ってますけどね、僕の中ではね、一生もののパソコンとしてね、使えばいいかなと思いますんでね、一生ものはちょっと言い過ぎかもしれないですけどね、ぜひね、結構長持ちすると思います。これぐらいのスペックのものであればね、はい、といった感じでございます。ぜひね、興味のある方検討してみてください。はい、ということでね、今日はこんな感じで終わろうと思うんですけど、今日の動画ね、役に立ったって方いましたらグッドボタンと、あと今後もね、いろいろ動作検証をやっていきたいと思いますんで、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。糸チャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。